ストックホルムのバナギス公演ストックホルムのタント公演バルコニーの男はペールバールと毎週バル協調によるスウェーデンの警察小説マルティンベックシリーズの第3作である本作品が日本語翻訳版の第1作目にあたる翻訳の原書はアランブレア役パンテオンブックスの英語版ザマン・オン・ザ・バルコニー1967年6月10日 ストックホルムのバナリス公園で8歳の少女が暴行され殺されているのが発見された。犯行時刻と推定される前日には同じ公園にある売店の店主が頻繁に発生している辻強盗に襲われるという事件も起きていた。その数日後、タント公園でも同じ状況で少女の死体が発見され事件は連続殺人の様相を呈してきた。この事件では 目撃情報が幼い子供の証言しかなく、捜査は難航したが、そんな中で最初の事件と辻強盗の発生時刻が近く、辻強盗が殺人犯を目撃している可能性があることが分かった。密告情報から辻強盗の居場所が判明し、マルティンベックと辻強盗の担当のラーソンは逮捕に向かった。逮捕した辻強盗の証言から殺人犯の似顔絵を、 作成することができたが、その似顔絵を言葉に起こしたものを聞いたべくは何か、引っかかるものを感じていた。ありがとうございます。